西武が5回の表を割ってリードをしております。193センチのブラッグズです。3割7分8厘とチームでは最もこの巨人戦当たっていました。すごいボール、変化球をねうまくね使ってるんでね、変化球来るんじゃないかなっていう風にねバッターに思わせてるんですよ。そこへインコースにズラッといきましたからね、もうピッチャーとしたら投げた瞬間よしっていう感じでしょうね。いいピッチングしてると思いますけどね。今画面の左下ご覧いただきましたようにヤムとジェームスにヒットが出ました。これは2点タイムリーヒットで2対1逆転に成功しています。5回表があったのは昨日、屋敷をご覧いただきましたがあの風です。をはじめナインの皆さんは欲しいことでしょう。タイガースのピッチャーは7回サウスポーのエース山本正弘が投げています。今中が開幕戦ベイスターズに敗れています。2本打たれてますからね。ジャイアンツはいつでも点入るの入らないで横浜の流れなんですよねこれ、本音でしょ、まあ、そうなんですけど、攻撃に気持ちが参加するとねがっかりしてしまうんでね。オマダブラックスローズ畑山とつこの打線は脅威でしょう。そうですね。ワンダウンでランナーは一塁、ダイソー堀江小さなスライダー今シーズン1号を打っているブラッグスにスライダーから今もそんな感じで雨が41打点19本のホームランでした。ツーラン追い込んで三振、得点4対2ジャイアンツが2点のリード。去年は5月まで勝ち星を上げることができませんでした桑田が今シーズン初勝利、思わず小さくガッツポーズ4対2ジャイアンツがベイスターズを下しました。長嶋さん、心配な桑田で勝ったなというような表情。